今回ご紹介するのはビーチバレー選手の西堀武美さんです。西堀さんは長野県中野市出身、1981年8月20日生まれです。身長171センチ、体重58キロ、スリーサイズは上からバスト83センチ、ウエスト62センチ、ヒップ86センチです。胸のカップ数は推定 A から B カップと思われます。西堀さんは太めのつり上がった眉、二重の大きな目、整った低い鼻、面長で丸い輪郭が特徴です。今時の綺麗な顔立ちではなく、昭和美人の顔立ちをしています。くしゃっとした笑顔が素敵で、心の底から笑っている表情は周りも笑顔にしてしまいますね。身長170センチ超えのスタイルは抜群です。ビーチバレーで鍛えられた体は筋肉が程よくついており、健康的な体型をしています。肌は太陽に焼け、小麦色で肌質もとてもいいです。競技中は基本セパレートのユニフォームを着用しており、水着と変わらないその見た目から男性陣は釘付けになります。特にお尻の揺れと砂のついたスベスベの肌からは目が離せませんね。写真集は残念ながら出していません。もし発売していたら同世代の男性たちはこぞって買うことでしょう。下のユニフォームがお尻に食い込んでいるカットなどを載せればかなり売れるでしょうね。2022年12月から始めたインスタグラムは2年ちょっとながら投稿頻度はかなり高く、数が多いです。内容はプライベートのものがほとんどで、初投稿であるプールに人形が浮かんだ投稿は面白いですね。自撮りは少なく、自分以外を撮影したものが多いです。2023年4月14日に投稿された他の選手とのツーショットは満面の笑みで写っており、大変いい写真です。現在結婚はしておらず、若い頃からずっとバレーボールに夢中になっているという感じです。バレーボールが恋人なんでしょうね。西堀さんは双子の妹で、姉妹ともにビーチバレー選手です。中学の頃には姉妹揃ってインドアバレーボールをやっており、3年生の時には全国優勝を果たしています。その実力から強豪高校にスカウトされ、1999年の春高バレーインターハイ国体で完全優勝し、高校3冠を達成しています。高校卒業後は姉妹ともに V リーグの女子バレーボールチーム JT マーベラスに所属し活躍します。しかし2003年に姉妹揃って退社し、ビーチバレーに転向。途中からは長年一緒にやってきた姉ともチームを解消し、おのおの違うパートナーと組みます。ビーチバレーボール選手としての活躍は凄まじく、史上最多優勝タイ記録の6回、史上最多優勝単独記録の5回を持っています。インドア・アウトドアのバレーボールでは敵なしですね。現在はトヨタ自動車のビーチバレーボール部に所属しています。ビーチバレーボール選手として活躍し続ける西堀武美さんをこれからも応援していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。